今日は夏に嬉しいナスを使ったサッとできる簡単サラダをご紹介したいと思います。まず材料からご紹介いたします。今日の材料はこちらになってます。今日の、ナスは揚げていきますので、揚げ物用の鍋に火をつけてからお野菜を切っていきます。ナスは1センチぐらいの輪切りにして切っていきます。こんな感じです。切ったナスですが、少し表面が濡れておりますので、ペーパーで軽く拭き取っていただくと油が跳ねませんので、おすすめです。玉ねぎは薄くスライスしていってください。そしてこのまま水にさらしますと玉ねぎの栄養が抜けてしまいますので、今日はそのまま お皿に広げておいてください。そうすることによって辛みも抜けていきますので、最初にこれをしておきましょう。温まってきますので、中ご覧ください。まだお鍋を温めただけで何も入ってない状態です。ここに油をこんな感じ1センチだけ入れておいてください。さあ、そうすると先にお鍋が温かいと油が上がる来る時間もとても早いです。ご覧ください、お箸の先がプクプクプクっと泡が来ているのが分かりますでしょうか。もう油の温度が出来上がっております。ここから一瞬ですので、しっかりと見ておいてください。ナスを揚げる時間がこのサラダの一番のポイントになってきます。さっと入れたら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10秒経ったらひっくり返します。はい、そしてもうこれでナス OK です。ナスに油が吸う前にもう引き上げてしまいます。これによってナスの色もとても綺麗に仕上がりますし、中には十分火が入ってますので、ナスのサラダはこれで大丈夫です。そうしましたらナスですね、揚げ上がりました。最後にこちらの特製ソース、これを上からざっとかけまして、貝割れを少し振りましたら、大沢特製夏のサラダの完成です。